実は、僕、女性の体を抱いたことがないのだ。生まれてから一度もないのだ。それがコンプレックスで、とても苦しい思いをしているのだ。自分に自信が持てずに、いつも死ぬことばかり考えてしまうのだ。そうなんだ、辛いよね。その気持ち、よくわかるよ。しくしく、とても苦しいのだ。芸能人の結婚、妊娠や出産報告が流れてくると、とても惨めな気持ちになって、セックスをしていることの自慢にしか聞こえないのだ。そしてそれが普通に受け止められて、公に祝福されているこの世界は、僕にとって間違って迷い込んでしまった異世界のように感じられるのだ。僕はここでは意思疎通の不可能な外国人で、障害者で、余計な存在なのだ。かわいそうなズンダモンさん、とても辛い気持ちが伝わるよ。心の痛みが伝わるよ。しくしく、ぐすんぐすん。僕だって好きで童貞をやっているわけじゃないのに、もっと普通の人に生まれたかったのに、みんな僕の努力が足りないんだって、自分のせいだろって、そんなやつは仲間に入れてやらないよって、僕を蔑んでいるように見えるのだ。僕は弱者なのだ。そして真の弱者は何の利権にも引っかからず、誰一人として助けてくれる人はいないのだ。うん、そうだね。悲しいね。今のこの社会は何かが間違っているのだと思う。ズンダモンさんだって一生懸命精一杯生きているのにね。本当に辛いよね。苦しいよね。しくしく、つむぎちゃん、つむぎちゃんは、僕に、同情してくれているのだ。うん、もちろんそうだよ。聞いていて、涙が出てきちゃったよ。安心にしてあげられること、何かないかなって思ったよ。はぁ、あぐ、はが、うぐ、おぐ、むく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 。じゃ、アーシ、そろそろ行くね。気を落とさないでね、ズンダモンさん。あなたは悪くない。元気、出していこう。じゃあね、話が聞けて嬉しかったよ。バイバイ。あが、こが、ファファ、ファファファ。うぐ、うがぐぐぐぐ。ありがとう、さえも、言えなかったのだ。言わんや、その先なんて。僕には無理なのだ。最初から無理だったのだ。僕にはこの世界で生きていく才能がまるでないのだ。もう終わり。ここで何もかも終わりにするのだ。